トーマス・シッパーズ、トーマス・シッパーズはアメリカ合衆国の指揮者。1930年、ミシガン州生まれ、4歳でピアノを始める。カー,ーティス音楽院とジュリアード音楽学校で学んだ。21歳でニューヨークシティオペラを指揮してデビューし、23歳でメトロポリタン歌劇場を指揮する。ジャンカルロメノティア、 サミュエル・バーバーの作品の初演者としても名を残している。欧米の主要な歌劇場を指揮し、とりわけメトロポリタン歌劇場やスカラザでの活躍で知られる。メノッティとはイタリアのスポレト音楽祭を共同で設立した。ニューヨークフィルハーモニー管弦楽団やシカゴ公共楽団と定期演奏会を行い、しばしばそれぞれと共演して録音も行った。九百七十年には、 マックスルドルフの後を継いで、シンシナティ公共楽団の常任指揮者の地位を得た。同楽団とは、数回の録音を経て、国際的な名声を築き上げたが、1977年に、肺がんのために47歳で休止した。かつては、アメリカの最も重要な100人の一人に選ばれた。存命中に、多くのオペラや還元楽曲を録音したが、生演奏のライブ録音は、 徐々に CD で入手できるようになりつつある。ありがとうございます。